はい、皆さんこんにちは。このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信しています。アート好きの方はもちろん、そうじゃない方も高校の生き方のヒントになると思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、今回はですね、抽象表現主義を取り上げたいと思います。まあ、抽象表現主義はアメリカ発祥の前衛芸術で、アートの中心がパリからニューヨークに移った、非常に重要な転換点になります。以前この動画でも、ジャクソン・ポロックであったりとか、マーク・ロスコとか、抽象表現主義の作家取り上げてますんで、もしよかったらそっちの方も一緒にご覧ください。抽象表現主義です。はいはい。久しぶりです、ね。抽象。最近なんか具象ばっかやってたんで。あ、そうかもね。確かに。抽象ね。結構抽象表現主義の話って、なんかエクスポーション TV では結構いろんなところでね、ちょいちょい話してるような気がしますけど。ああ、そうですか。なんかのまとめの時とか、ちょっとさらっと話してるかもしれないですね。ポロックとかね、はい、ロスコの動画では、がっつり話してるから、うん、できればね、その動画見てくれてからこっち見た方がいいのかな。じゃあちょっと、ざっくりね、はい、泉さんに、まず解説してもらって、そうですね。はい、その後ちょっと二人でね、はいはい、ごちゃごちゃ話していこうかなと、そうですね。思いますけど、はい。はい。じゃあ早速いきますか。うん。抽象表現主義とは何なのか。抽象表現主義は1940年代後半から1950年代にかけて、主にニューヨークで流行った芸術様式ではあるのですが、決して一つの様式を指すことではなくて、この時期に生まれた大画面の抽象絵画全般を指す言葉で、これは美術批評家のロバート・コースが1946年に命名しました。背景には大戦で荒廃したヨーロッパから芸術家たちがアメリカ、特にニューヨークに集まったことにあります。当時のアメリカの、この若い芸術家たちにとって、このヨーロッパの全芸術っていうのは、とても刺激的だったんではないかと思われます。抽象表現主義はヨーロッパの前衛芸術を土台に、そこにアメリカの先住民美術であったりとか、風土を取り入れ、発展していくことになります。当時のアメリカっていうのは、アメリカ美術っていうのは、リアリズム、割と美術の伝統に縛られていた。そこで、メイドインアメリカの芸術を作ろうっていうことになったわけですね。発展には2つの外的要因が考えられます。一つ目は美術批評家のハロルド・ローゼンバーグとクレメント・グリーンバーグの存在です。この二人がね、お互いライバル関係にありながら、この多面的美術運動を位置づけることに成功しています。二つ目は世界恐慌と連邦美術計画っていうのがあるんですけど、連邦美術計画は1930年代の世界恐慌時にアメリカ政府が打ち出した視覚芸術に対する支援計画です。この時全国に100を超えるコミュニティアートセンターを設立、主題を制約することなく多くのパブリックアートを委託、不況時に1万人の美術家、工芸家たちを支えました。この計画には当時ライバル関係にあったソビエトに対する表現と自由という、アメリカ文化を象徴して見せつけようっていうアメリカ政府の思惑が見えたりするんですけど、結果的にこの計画はジャクソン・ポロックやデクーニングなど後にヨーロッパ美術の影響から脱却し、アメリカアートシーンを牽引する芸術家たちを育てました。技法として主にこのアクションペインティングとカラーフィールドペインティングの2つになります。そしてどちらも大きい作品が多いのと抽象的で、よく何が書かれているかわからないのが特徴です。また両者ともキャンバスを場と考えて、場として捉えてるっていうのが特徴です。アクションペインティングの主な作家には、ジャクソン・ポロック、ウィレム・デクーニング、フランツ・クラインなど、カラーフィールドの方は、マーク・ロスコ、バーネット・ニューマン、クリフォード・スティールなどが挙げられます。順番を追って説明していきます。まずアクションペインティング。アクションペインティングがシュールレアリズム のオートマティズム、無意識化の探求を継承しつつ、自発的で即興的な動きで描くのが特徴です。キャンバス上で行われる行為、または起きる出来事によって、制作行為の身体性や運動性、非決定性が作品に強調されています。批評家ローゼンバーグは論文アメリカのアクションペインターたちで、絵ではなくペイント、描く行為であると論じています。ちょっと作品見てみましょうか。1955年。ウィリアム・デクーニングのインターチェンジという作品です。デクーニングが晩年のピカソの影響が結構見られるんですけど、そういう作風で、造形を破壊した、ちょっと具象とも抽象ともつかない、女性を描いたっていうのが結構有名な方なんですけど、一度そうかなりちょっと具象の方に寄りまして、50年代からまた、抽象回帰してこういう作品作っていきます。この絵はかなり高い3億ドルの値がついたっていう結構高額の絵なんですけど、激しい、タッチと即興性みたいなものが出てるかなと思うんですけど。で、2枚目がですね、フランス・クラインのジンクイエロー、1959年の作品なんですけど、
まあ、クラインの作品はちょっと原始的でいて、緊張感があるのが作品の特徴なんですけど、まあ、クラインは、まあ、初期の頃、普通の風景画家だったんだけど、まあ、ポロックやデクーニングと知り合いまして、まあ、その影響から、抽象表現の方向へ進んでいくことになります。で、3枚目がですね、ジャクソン・ポロック。まあ、1949年、ナンバー1っていう作品なんですけど、まあ、ポロックが1947年からアクションペインティングを展開します。技法で言うと、まあ、塗料を滴らせる、まあ、ドリッピングであったりとか、まあ、ポーリングなど、そういう技法を、ちょっと新しい技法を駆使して、まあ、中心のない、オールオーバーと呼ばれる絵画を制作していきます。まあ、次はカラーフィールドペインティングの方なんですけど、まあ、動的な、こう、アクションペインティングに対して、まあ、ちょっと性的な、まあ、静かな印象を与えるのが、まあ、カラーフィールドペインティングです。まあ、キャンバス全体はね、こう、色面で覆い、こう色で観客を包む、まあ、そういう場であるとしているのが大きな特徴です。まあ、批評家グリーンバーグは、まあ、論文アメリカ型絵画において、まあ、カラーフィールドの作家を取り上げて、まあ、これを結構プッシュするんですね、このカラーフィールドっていう。まあ、見た方が早いんで、こちらも、ちょっと作品見てみましょうか。まあ、1枚目がバーネット・ニューマン。1950年の、ビヒロイックス・サブリミス作品なんですけど、まあ、これラテン語のタイトルになってて、まあ、英雄的で崇高な男という意味です。まあ、ニューマンはね、結構崇高とかそういうものを結構絵で描いてまして、ニューマン曰く、まあ、崇高と呼べる伝説のない時代に、まあ、生きているとしたら、まあ、どうやって崇高な芸術を出すことができるだろうかと問いかけてるということなんですけど、まあ、当時のこの彼の最大の作品なんですけど、この絵が。まあ、そこにはなんかね、人間の出会いになぞられた物理的反応であったりとか、なんかその人生に与える影響みたいな意味してるみたいなこと書かれてましたけど、まあそういう作品ですね。まあとにかくこう、まあ色面、まあできるだけこう少ない色数で覆うっていうのがカラーフィールドの特徴です。で、2枚目がですね、クリフォード・スティールのナンバー3。まあスティールの作品の多くはこう想像であったりとか、まあ死、まあ、生命、まあ闘争っていうのが、ね、主題になってるんですけど、まあこれはね、なんか本当第二次世界大戦後の、まあ、なんか大きなテーマになってたらしいんですけど、まあ、社会的に、まあ、そういうものが題材になっています。まあ、スティーが言うには私は色が色であることを望まなかった。私はテクスチャーがテクスチャーであることやイメージが型にはまることも望まなかったのだと。私はこれらが生きた精神の中に共に融合してほしかったと。まあ、そういう感じで作品を作っていたらしいんですけど、なかなか深いですね。まあ、次がですね、アドルフ・ゴドリープ。1966年でブラックグラウンドレッドディスク作品なんですけど、まあ、ゴットリップはこう、まあ、象形文字とかシンボリックな作品を作る作家なんですけど、まあ、割とこうプリミティズム、まあ、原始的な感じで、まあ、こう抽象絵画を描きます。なかなかいいなと思ったんですけど、まあ、次がですね、まあ、マークロスコ、まあ、舞台なんですけど、まあ、マークロスコはまあちょっとマークロスコの動画で結構多く語ってるんで、まあ、ぜひ見てほしいんですけど、まあ、ユダヤ系のこう画家で、まあちょっとシャガールとは違って、こうユダヤであることをエコ隠して、まあそれでなんか常に恐怖に取り憑かれてるみたいな感じでこう人生を送っていくんですけど、まあ絵としてはなんかね、こう、まあ人間の感情みたいなものって言ってるんですけど、まあマーク・ロスコはロスコでちょっとなんか超越したような感じのとこまで到達した画家なのかなと思ったりしますけど、個人的には。まあマーク・ロスコ。まあ一番有名かもしれないですね。カラーフィールドの中では。まあ、そんな作家がいます。まあ、抽象表現主義の終焉なんですけど、ちょっとなんか崇高さとか、まあ、精神性とかなんかそういうなんかちょっと目に見えない、まあ、そういう変な力みたいなものをテーマになってますんで、それがちょっとね、あまりにも結構超越的でね、逆にこう、アクションペインティングだと表現主義的だと、まあ、そんなあり方に次第になっていってしまいまして、これがなんか、もともとはちょっと前衛で、こう、型を破ろうって始めたものが、だんだんこう、堅苦しくなっていってしまうんですね。まあそこでこう反発して、まあポップアートっていうのが生まれてくるんですけど、まあこの登場により、まあだんだん表現、抽象表現主義、まあ政府とかね、民衆もそっちの方にこうどんどん流れていっちゃいまして、まあだんだん衰退していくっていう形で終わりを迎えるんですけど、まあだんだんこう分かりやすいものに変わっていったんですね。ポップアートのような、まあそっちも、そっちの方がアメリカらしいじゃないかとなりまして、そっちに移り変わっていくことになります。はい。ざっと。説明してみたんですけど、はい、いかがだったでしょうか。そうですね。まあそのなんか初めはね、はい、肩を崩そうと思って新しいことを始めたけど、うん、それがこうだんだんね、うん、肩苦しくなっちゃって、うん、でこうまたそれに対するカウンターが出てくるみたいな、うん、まあ歴史だなって思いました。そうですね。まあまあこの後も
こんな感じで、こう、ね、アートの歴史っていうのは進んでいくんですけど、うん、まあまあまあ、そんな感じです。うん。でも俺はね、やっぱね、この時代はね、うん、やっぱね、熱くて好きですよ。やっぱこう、アメリカでね、うん、俺たちの、この表現みたいなのを作ろうみたいな感じで、熱がね、そこに。確かにね。その感じ、うん、その感じですよ、うん。ここはね、非常に好きですね。うん、で、あとね、精神性だったりとかね、はあ、そういう人のこう、内面みたいなのもね、こう、うん、こういろんなやり方で表現しようとしたみたいなね。うん、その辺もね、うん、いいなと思う。なるほどね。なるほど、なるほど。面白いな。なんかありますか、質問とか。いや、その、やっぱこのね、抽象表現主義とは、はいはい、みたいな動画じゃないですか、これ。ああ。なんで、やっぱちょっとね、難しいなと思ってる人もいると思うんで、そんなね、精神のものとか、うん、で、やっぱ、アクションペインティングとか、うん、まあ、カラーフィールド、うん。これ一体何が面白いんだろうとか、うん、どう見ればいいんだろうとか、やっぱそういう疑問って結構あると思う。うん、まあ、泉さん的にこの抽象表現主義の、やっぱ面白みだったりとか、うん、まあ、価値とかね、ああ、なんかそういうのとか、どういうところにあると思いますか？まあ、確かにね、なんかいろんな見方ができると思うんだけど、まあ例えばアクションペインティングだったら、まあその行為自体がすごい面白かったりとか、いうのはあると思うんだけど、俺がなんか一番こうビーズの歴史的に面白いんだなっていうし、まあそこが評価されたのかなって思うところは、うん、あの、まあさっきからなんかこう精神性とか感情とか言ってるんだけど、なんかこの抽象表現主義のそれっていうのは、作者の精神性とかじゃない。で、これって、今までこうなかった。それまでの絵っていうのはそもそもの話が、例えば、まあ、誰も言う、ピカソでもさ、まあ、ゴッホとかでも、うん、いいんだけど、私の感情をここに込める。それを伝える。とか、私はこう思うから、これを絵にして、世間に問いただしてんだとか、伝えてるんだっていう。まあ、こう、代弁者。あったわけ。はい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 。でも抽象表現主義のそれってそういうことじゃない。なんか作者の代弁でもないし、要は見てるあなたの代弁でもない。絵自体のに精神が宿ってる。これっていうのはこの誰かの何かを伝えるための絵じゃないっていうこう新しいこうねビーズのもう一個の軸っていうのを作ったっていうのがめちゃくちゃ面白いところなんじゃないかなと。なるほどね。思うんですよね。うんうん、まあ、そこが、まあ、抽象表現主義の一番面白いとこだと僕は思うんですけど。物質自体にね、うん、精神が宿るじゃないけど、そういう感じなわけですね。うん、だからなんか、ロスコの時にちょっとなんか、神様が宿るみたいなこと言ったんだけど、うん、だ結構なんかそういう考えに近いのかなと。あの、ほら、日本でもあるじゃないですか、物に神が宿るみたいな。まあ、そういう考えにすごい近い、ね。考え方ですか。なるほどね。うん、まあ、一番面白いのはこうビーズのあり方っていうのが日本軸だったっていうところ、それ以降っていうのがめちゃくちゃ面白い。その後のアートを見ていくとき、どっちの流れを組んでいくかっていうのを見ると、バックはこう抽象表現主義の方から来てるのか、それともそれまでにあった伝統のヨーロッパから流れてきたビーズの方にあるのかっていう見方をするのかで、まあ全然理解の仕方が変わってくるところなんで、まあ、その辺は面白いかなと思うんですけど。なんかその物質性みたいなのに注目したっていうのは、やっぱ抽象表現主義めちゃくちゃ面白いけど、その精神みたいなのを取り除いたとしても、多分アクションペインティングとかって、もう、例えばさ、その、なんかよくわかんないペンキみたいなのとか使って投げ飛ばしたりとかしたわけじゃん。普段絵とかを描くようなものじゃない、なんかね、机とか乗ったりするようなさ、そういうなんかトリオみたいなのとかを投げたりとかして、結構その、それ自体面白いみたいな。ああはあはあ、そのね。このなんか、なんていうのかな、この。アクションがね。アクション。行為がね。行為面白いし、絵っていうのも、うん、そのもうなんていうの、ここに何が書いてあるとかじゃなくて、うん、これはただの塗料ですみたいな、うん。なんかその、そういう物質性みたいなのにも、結構注目したじゃないですか。うん、そういったところも面白いよね。まあ、ジャクソン・ポロックが、それ最もやった人だと思うんだけど、うん、まあ、そういうとこもね、まあ、面白かったりするんですけどね。なんか精神性みたいなのに、のところ行くと、特にロスコとかは、うん、確かにね。見てる人、その絵と対峙して、その時に、絵と俺の
間に生まれたその感情こそが味方だみたい な, なんかそういうところあるじゃないですか。確かに確かに、うん、だからこうなんかロスコルームみたいなの作って、うん、自分の絵に囲まれて、対峙してそこであなた何感じますかみたいなそういうのもあったりするから、結構だからその絵の見方っていう部分でやっぱめちゃくちゃ面白いなと、うん、人それぞれだったりするわけじゃない、その捉え方みたいな、うん、そういうのとかもすごい面白いなと思ったりするかな、ここは、うん、またねめちゃくちゃでかいっていうのもちょっと魅力うん、あなんかこうあのメキシコの壁画とかさ、うん、まあ、あの辺から影響を受けたりとか、ただなんかまあこう広大な土地であるアメリカならではなのかなとちょっとふと思ったんですけど、どう見せたいかっていうのももちろんあったと思うんだけど、さっき言ったように包み込まれる、対峙してみてほしいからでかい方がいいっていうのももちろんあるんだけど、まあ、手法的にもね、アクションペインティングとかもねこう床に置いてさ、うん、フィールドとしてこうやるっていうから、うん、それは多分この小さい絵じゃやっぱ当然無理なので、ね、まあ、実際出来上がってみたそれっていうのはね、うん、やっぱスケールでかくて、そうだね、うん、まあ、あくまで俺がさっき自分が面白いって言っただけであって、他にも全然面白いのがあるし、その手法とかだったりとか、うん、まあ、ただなんかあんまり手法ばっかり目にいっちゃうとね、本質が見えなくなっちゃうっていう部分あるんだよね、うん、多分物質性とか多分そっちの方が多分本当は重要なんだろうけど、うん、まあ、身体性を伴ったっていうのは結構重要なのかなは思うけどね、うん、今回紹介した中で、まあ、今ちょっとポロックとかロスコとかちょっと分かりやすいところを言いましたけど、うん、6人7人ぐらい取り上げたけど何かこう言っときたい方とかいますか。俺ゴッドリーブの絵とかすごい好きです。あ、ちょっと変わってるねこの人、うん、あのカラーフィールドの人なんだと思ったんだけど、まあ神話的なものから結構来てたりはするんだけど絵的に、うん、ただなんかちょっとヨーロッパのね抽象の匂いも感じさせたりとか。あ、確かに確かに、絵自体にでしょ。絵自体に、あ、確かに、ね、はちょっと面白いかなと。結構プリミティブな、プリミティブすごい感じで、俺はすごい好きかな、うん、彫刻とかも面白い、ね、はい、ちょっとなんか可愛らしい彫刻作品とかも作って可愛いよね、確かにいいですね。俺は結構好きかなと思いましたけど、何か他に、うん、グリフォード・スティール結構俺は好きだなと。カラーフィールドなんだけどちょっと柔らかい感じっていうか、あ、マークロスコもそうなんだけど、そこまでなんかマークロスコちょっと壁感あるんだけど、ああもう結構色面がねそうそうドカッと色面だからね、うん、なんかまだペインティングな感じするんだよねちょっと、うんうんうん、まあテーマ的にもなんか創造とか生命とか割と面白かったりするのかなと思ったんですけど、いや目指したところはなんかちょっと一緒なのかなと思っちゃいますけど、マークロス、ただまあそれとはちょっと違った魅力あるなと思ったんですけど、もうちょっとなんか作品とかちゃんと見てみたいなと思わせてくれた人なんですけど、 あとねクヨードスティールってやっぱあの結構なんか本当にマークロスコと並ぶぐらいの人らしいんですけど、市場に全然出なかったんだって、もう関わりたくないって言っちゃって、こう死んでからも30年ぐらいは全然もうマーケットとかにも全然出てこなくて、なかなか全然知られてないんだけど、実はすごいいい作家だっていうのが最近こう見直されてきたらしいんですけど、最近まあ有名になってきたらしいんですけど、うん、まあ、アメリカでは有名なのかもしれないですけど、なかなか日本じゃ全然知られてない作家らしいんですよ。ああやっぱいいなと思いましたよ。このスティルとか、まあ、ロスコ、まあ、ニューマンとか、このカラーフィールドの方っていうのは、うん、この後、ミニマルアートとかの方に影響を与えるというか、うん、流れていく感じになるんですかね。そうですね。まあ、ずっとミニマルアートの時で話したと思うんだけど、まあ、若干ちょっと否定してる部分はあるんですけど、絵画のちょっと わけわからない堅苦しさみたいなものであったりとか、こう精神であったりっていうのはちょっと、否定はしてるんですけど、ミニマルアート。ただこの、要は余計なものを削ぎ落としていくみたいなところはミニマルアートに結構繋がってってるんで。うん、だから、どっちかというと抽象表現主義の後に出てきたのがミニマルアート。まあ、それでミニマルアートで、まあ、その後、まあ、さらに行き過ぎてコンセプチュアルアート、うん。概念だけが芸術じゃないかとなるんですけど。うん、まあ、やっぱね、ちょっとミニマルアートぐらいまでだったらね、ちょっと なんとなく理解できなくもないんだけど、ちょっとコンセプチュアルアートとかになっちゃうとね、ちょっとね、こう視覚的なものがだいぶそうもなくなるんで、うん、まあ、どうかなとは思うんですけど、まあそういう流れになってきますね。まあ反発して出てきたのはポップアートなんですけど、まあ
生しつつこう繋がっていくのが、まあ、ミニマルアートの流れになります。ミニマルアートは、まあ、この見た目はちょっとその、うん、こういうカラーフィールドとかの、うん、色面の感じとかを残しつつも、うん、考え方は否定していくような感じになるんだよね。だからうん、そうだね、うん、またちょっと違った感じになっていきます。まあいろいろ喋ったんですけど、うん、まあ抽象表現主義、まあごちゃごちゃ言いましたけど、まあ魅力とか、まあそういうね、技法とかだって魅力だし、うん、まあ、確かにそういうとこあるんですけど、まあ一番何だったのかっていうと、こう美術のね、こう絵画のあり方のこう新しい軸とか流れみたいなものを作ったのが、まあ抽象表現主義じゃないかなと思います。アメリカ初のね、なんかムーブメントだったっていうのがね、うん、ヨーロッパから移って、うん、その熱量、ね、そこがフロンティア精神的なそこがねちょっとやっぱこの抽象表現主義はねやっぱ熱くていいんじゃないかな。なるほど。俺個人的にはまあそう思うんですけど、ね、確かに面白いかもしれないです、うん、はい、今日は抽象表現主義についてお話ししましたがいかがだったでしょうか。まあね、こう実際こうめちゃくちゃでかいしね、あやっぱね本物見た方がいいんでね。うん、迫力あるから。はい。ほんと見る、まあ、日本でも見れたりするんで、まあ、見る機会がありましたら、まあ、ぜひ、見に行ってほしい。まあ、僕たちの好きな、抽象表現主義だったんですけど。河村記念美術館ね、ぜひ行ってほしいね。ああ、そうですね。うん。ロスコルームあるんで。はい。一番わかるんじゃないかな、まあ、この、関東とかだったらね。なるほど、ね。だったら、確かに、まあ。そこの美術館一番見れるんじゃないかなと思うんでね、ぜひ。うん、チェックしてほしい。はい、チェックしてみてください。はい、このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信してます。よかったらチャンネル登録、動画への高評価、まあ、コメント何でもいいんで、まあ、ぜひお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。